これから始まるのは食卓を彩る新鮮食材のプレゼンテーションプログラム。番組の後はぜひお近くのナイスへ。旬菜キッチン。この番組はいい暮らし届けたいナイスがお送りします。宮野さんこんにちは。あ、吉原さんこんにちは。もうすっかり外も寒くなってきましたね。そうですね、雪の便りもいろいろなところから聞こえてくる時期ですね。ですね。吉原さんは冬支度は万全ですか？そうですね、だいたい済ませました。さすがですね。タイヤ交換はもちろんですけど、あったかい靴下を用意したり、ヒーターを掃除したり、冬支度って結構やることあるんですよね。宮野さん、こちらの準備もお忘れなく。お？何でしょうか？今日紹介するのはナイスおすすめクリスマスおもてなしメニューです。クリスマスの話題でしたか。確かに今から準備しておけば年末の忙しい時期に助かるかもしれませんよね。11月の私ありがとうって思うかも。その通りです。それでは早速、まずはクリスマスチキンバーレルです。2種類のチキンのほか、ドーナツやポテトも入っていますよ。これは盛り上がっちゃうやつですね。続いてクリスマス限定にぎわいオードブルもおすすめです。合鴨も入って贅沢な気分が味わえそう。そして彩り鮮やかなクリスマス限定手まり寿司もおすすめです。可愛らしいし、一口サイズで食べやすそうですね。そして今回は国産ローストレッグのご試食準備しました。ではいただきます。しっかり味が染み込んでいて、柔らかくてジューシーで美味しいですね。やっぱりローストレッグがあるとクリスマス気分がぐっと盛り上がりますよね。こちら店内で焼き上げる自慢のメニューです。ナイスおすすめクリスマスおもてなしメニュー。皆さんもぜひお試しください。